まあ、日本の人口約1億2000万人の中の550万人、これが釣り人口って言われてて、今回のターゲットはその550万人の中から一番魚に遠い男、まあいわゆる初心者ってやつですかね、を、まあ、1年間追いかけた企画になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。またお願いします。おはようございます。疲れてますね。めっちゃ疲れてるよ。昨日忙しかったですか？うん、いつも忙しい。朝早くから釣り行くことまずないからね。あ、そっか。うん、ほんまはね、今日も、まあ、子供送り届けて9時から釣り行こうかみたいな、そうそうそう、提案をねもらってたんですけど、いや朝でしょっていうことで、まあ、それはね、チャンスは朝にあるからね。朝だけが全てじゃないけど、朝に集中することは間違いない、まあ、確率的にはね。そうやな、行けるなら朝がいいもんな、うん、絶対釣れる感じる。絶対釣れる、多分大丈夫やな。今日もできることやっていこう。新しいルアーも買ったし、新しいルアーを買ったってことはそれだけ狙える幅が広がったってことやから、一歩ずつ進化をしてると。そう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 、今日開けませんね。あかんな。まあこんな日に大物かかるんで、気合い入れていこうか。とりあえずこっから行こう。やるで。起きた。父ちゃん行こう。行こう。父ちゃん見せるんでしょ、奥さんと息子に。見せるで。ちょ、ミスったこれ。これ曲がる車線じゃん、これ。行けるわ、行けるわ、行けるわ。乗れ乗れ。落ち着いて。よっしゃ、行くで。行きましょう。乗るで。それこの前やろ、調子乗って俺こうやっての教えんでって言ってたやつやん。偉そうに言ってたけど、あかん、痛い、分からへん、どこがどうなってんのか分からへん。まずはサビキで、サビキでアジ狙おうかな。まあ、ルアーで釣れへんかった時ちょっと後半戦泳がしたいもんな。そう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 、今のうちに考えてるやん。考えてるで。今日のプランはまずここで今からアジを 2,3 匹釣って確保しておきたいと思います。確保できたらちょっとルアー投げていこうかな。まあ、ルアーで釣れたら気持ちいいもんね、うんうん、やってみたい。新しいの買ったしね今日は。今日のルアーセレクト、昨日タックルベリー行ったんですよ。タックルベリー行ったんで、ここはブリだけじゃなくてサゴシとかも釣れてるっぽいんで、うん、このサワラが好きそうなこの黄色の、はい、これでやろうかなと思ってます。フリフリするで。しゃー。
今時間が5時22分ということで、多分あともう15分ぐらいで朝来るんで、来るね、しっかり準備して朝待ちましょう。うん、急ごう。はい、ちょっと急ごう。よしよしよし。ジャックアイフリフリ赤金夜行ゼブラついてるわ。光ってる、釣れるわ、これは釣れるわ。なあ、修造くん、このジャックアイは着水して速攻巻いてええんかな？着底してから？オッケー。はい、巻きで。オッケー。着底してませんよね。してない。いや、じゃあめっちゃ右にそれて投げてしまったから、ちょっと隣の人悪いなと思って、速攻で回収しようと。モラルとマナーは大事ですからね。頭の上を投げるような感じな。頭の上。着底。ブリより今ちょっとサワラの情報の方が多いから、うん、サワラかもね。うん、サワラちょっと一回釣ってみたい。うん、まあ釣ったことない魚種をね、釣るっていうのはロマンよね。頭の上、軽いわ。ちょっと早巻き。バイブ。
これビッグバッカーの80かな。はい、これでいきます。さっき隣の人がね、かけてましたね、うん、かけてたね。チャンスは来てるということで。来てる来てる。俺もちょっとかかった感じやったけどな。危ねえ。しんどい。疲れてきた。フルスイングちょっとダメですよ。フルスイングダメですか。うん、ちょっと抜いて、ちょっと抜いて、8時までやるって決めたら8時までのパワーで振る。ああ、そんな感じ。マラソンみたいな感じ。まあ自分なりにね。じゃあ行きます。ほら、もうアジ泳がすしかないな。アジも釣れない。いつも通り。俺何してんの、俺いつも。今頃気づいた。釣り人ってそんなもんやから。謎の一匹をずっと追い求めてるから、釣り人って。それが釣りロマンやねん。そう、さっきからさ、目の前にさ、ケンビシのあれが見えてるからさ、うん、ずっと鍋食いたいなと思って。サワラ鍋して、ブリシャブして、ケンビシ飲みて。まあでもなんか釣らんだな。まずは、アジだな。鍋に食いわ。全然飛ばへん。このままでは帰れんな。帰られへん。頑張っていこう。行こう。釣ろう。なんか釣ろう。タイムリミットまであと1時間。うん、やばい。なんか釣りたいな。お、鳥来た、鳥、鳥。お疲れ様です。残念な結果に終わりましたけど、これもまた一歩ね、経験値が上がったということで、次回頑張りたいと思います。諦めんことが大事っていうことで。そうそうそう。今日はね、まあ、なんか分からへんけど、多分サーブやけどね、一回当たりやったんでね、楽しかったかな。眠たいから帰ろうかな、とりあえず。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあこれからもお願いします。お疲れ様でした。疲れ。今日はまあこういう日だ。
お疲れさん。作ってくれたカニ玉丼、うん、食べて寝ましょう。寝よう。いただきます。なんか考え事するわけじゃないけど、うん、釣りのこと。いや別に釣り以外のこともいろいろなするわけ。釣りのこと考えてることもあるけど、まあそれだけじゃな成り立たへんから。そうやな、家族のこととな、仕事のことと、その中で自分の成立とな。あ、そうやな。すいません、いただきます。どうぞ。しゃべったろ。うまそう。これ何もめっちゃうまいわ。はい、どうぞ。すげえ、このカニ玉、普通のカニ玉の味ちゃうわ。それだって、高い缶詰入れてもこれか。カニの風味がさ、普通のカニ玉の味ちゃうもん。さすがやな。超美味しい。一缶、千何本のやつ入れてる。もらったから。普通に美味しいとか言うてるだけでもさ、失礼やな。そんな缶詰。ありがとうございます。ほんまやったら今日もちょっと朝行きたかったのにな。ほんまや。まあでもな、事情があるから。事情？明日はなんで？明日な、明日俺3発ぐらい。何時から？10時。朝釣り行けて。まあまあ確かにそうやねんけど、昨日行ったやん、うん、あんま寝やんと言ってたやん、うん、で今日もう朝から働いてるわけやんか。ちょっと寝やんかったらな、うん、疲れるわな。そう、でもなんかまあ時間狂ってくるけど、まあそんな感じっすわ。休憩はいるな。いるいる。な、毎日毎日行ってる方が多分釣れると思うねん。でも現実、現実やで、うん、普通毎日毎日釣りに行ける人ばっかりではないやん、うん。俺も行こうと思ったらいけねえで、ほらな。でもそれは無理やから、いろんなこと犠牲せえへんかったら行かれへんから。それちゃうから、俺は寝る時間を削って働く、寝る時間を削って遊ぶ。でも今から、うん、寝る。そら寝るで、そら寝るで、さすがに。まあ、また来週月曜日行こうか。行きましょう。追いかけます。行くで。ちょっとなんとか嫁さん説得するわ。あ、結構月曜厳しい。月曜日な、子供の勉強机が家に届くね。来年小学生やから、うん、でそれの準備で配達してもらうね。それどこに設置するかとか業者の人に言わなあかん、うん、家におらなあかんのだから。結局だから、うん、業者さんが来るまで行こうか。行こう、業者が来るまで。うわぁ、悩むわ。悩む、めっちゃ悩む。何悩んでんの？貝塚か、その神戸、神戸ってか芦屋の方行くか。悩んでる理由がわからん。え？今、貝塚の方が魚集まってると思うね。でもな、足よし行けば足よ。そうですね。本日は修造含め3人乗りでございます。よろしくお願いします。お願いします。こう、俺が1年を追ってるんですけれども、いつもカメラマンをしてる修造からして、カメラを構えてる俺を見てどんな気持ちって言ったら変やけど、はい、やっぱ今僕はもうカメラマンとしてのレベルアップをやっぱり自分の中で一つのテーマでもあるんで、今回こうやって同行させてもらうってことはちょっと勉強もさせてもらうっていうことで、どっちかというとそっちの気持ちの方が強いですかね。3人一緒に
レッツゴーレッツゴーレッツゴーバラバラやないかい。めっちゃざわめいてるやん。今午前4時、日開けるまで1時間半ぐらいあります。今日気合入ってますね。いや今日なんか大潮やし、なんかいい気がすんねん今日は。まあリベンジやな。1回目のリベンジか分からへんけど、今日はするで。その季節的にも飲食店を経営してるってこともあって、ああ今釣っとかないともうなかなか行けない時期に入ってきましたよね。そうやね、これ休んでられへんし、予約いっぱいでしょ。うん、そうやで、まあ、これから忙しになってくるからな。あんまりね疲れた体でほんまに釣りって過酷やから、事故してもしょうがないしね。もうほんまリフレッシュしながら行けるんて、うん、もうラストっちゃラストですよね。今ぐらいやな。どっちをやってはんのか。あれこっちを投げる？いや、ブリ一本でしょ。ブリ一本か。浮気しそうになるわ、すぐに。でも今日は水面がめちゃめちゃざわついてるな。満月やから浮いてきてんじゃないの？お、片口や。全部片口。頭の上殴るあるかも。これはさ、もう3人とも撮影する場合じゃないパターンありえるんだ。いや、これはあかんのよ。浅はかすぎへん。考え方が。今売れてます。今売れてます。芦屋浜。でもフィッシングマックスがな、売ってたからな。うん、おすすめで。まあ、芦屋浜に来てるから。うん、これで釣れるやろ多分。釣りを始めた人って、うん、ほんまにこれでおすすめで釣れんのかなっていうのもあるから、これでやっぱ釣るっていうのはすごいんじゃない。それ言えてるな。これで釣るのかみたいな。でも見てすごいで、これこんだけで 30g、 これこんな太いのに 30g、 これなんかめっちゃ小さそうに見えない。これ 40g やで。これあ素材出ちゃうんやな。さあどれでいく。まあでもやっぱり芦屋浜でいこうかな。ちょっと朝待ちましょうか。うん、すぐ隠れてきた。6時おはようございます。おはようございます。寝てました。めっちゃ寝てたね。うわめちゃめちゃベイト入ってきてるやん。入ってるよ、すげえ。で、サビクしようと思って全部仕掛けして、さあ、アミエビ入れようかなと思ったら、うん、アミエビ持ってくの忘れとった。いつも通りやん。え、何？ついに収束に釣った。何かけた？あんま引かんすね。何やろ何やろ何？こっちよ。しちゃ引かんな。何これ。あ、白口や。1や。グッチっすわ。グッチですかね。すごいな。もう俺でも分かるぐらいキラキラしてるで。来てる来てる。今日はベイトがすごいよ。すごい。ほらほらほら、めっちゃ跳ねてる。チャンスチャンス。これはこういう時ってさ、競争を狙った方がいいのかな。いろいろ悩んでください自分で。難しい。
撮った、撮ったね。いや、これ、ぐちぐち。あ、マジっすか。ぐち。アーモンじゃない。ちゃうの。あ、僕、探すよ。俺だけや。釣ってないの。すげえ。しかも、あ、手、手じゃん。あ、アツーロ。すげえ。トロは見せます。いや、イワで行こうかじゃあ。めっちゃ跳ねてるで。貴重な一匹。カマキリ。結構先がザワ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 してるからこの前とは違うぐらい溜まってるような感じやな。雰囲気全然違うよね。前一瞬やったもんな、うん、今日はチャンスかもよ。チャンスっぽいな。ちなみにこれ今使ってるのダイソージグル OK 18g。 8割だな。顔今日は緊張感漂ってるで。なんかちゃうな。違うよ全然。だってもう魚ピチャピチャしてるもん。さっきから絶対釣ろう。絶対釣りたいわ。ほんまに釣りたいわ。6時55分もうあと30分ぐらいやね。だから3、40分で帰らなかな。そうなんでしょ。うん、分からへん。関係ですか。終わりになりました。今から息子の机来るんでしょ。家に来る。息子の勉強机。今日息子の勉強机搬入の日です。もう時間です。帰ろうか。お疲れ様でした。お疲れ様です。ブリ1年間追ってみてどうでした。ブリはかからなかったっすけど筋肉痛にはなったかな。投げ続けてやりきった。やりきれてないよ。全然やりきれてない。もう一回投げたい。ほんまは止まりたいもんここに。やっぱりこうやってブリ追ってみて仕事と家庭とね両立させるっていうことのこう難しさとかちょっと感じたと思うんですけど、そのあたりはどういう風に今捉えてますか。難しいよな。やっぱりまず時間が短いよね。釣りする時間がもっと長く攻めたい。
もう今も帰らなあかんもんな。ブリをこれからも追い続けますか？当たり前やん。するよ、俺は。そのうち夢は諦めへんからな。え、夢？夢なのこれ？目標？趣味？いや、分からんくなってきたけど、まあ釣りは楽しいからさ、ずっとやるし。じゃあ、いつか釣れるよ。正直、こんなに難しいとは思わへんかった。うん、すぐ釣れると思ってた。みんな釣ってるし、釣ってる人は YouTuber の釣ってるのとか見てるとさ、なんか簡単に釣ってるように見えるやん。動画10分ぐらいやしな。ブリ、全然ブリ。この動画を見て、俺もそうだとか、これから俺もブリを狙いに行きたかったんだって思ってる人たち結構おると思うんで、何かその人たちにメッセージというか最後にお願いします。そうっすね。多分ブリってみんなが想像してるよりもでかいから、クーラーボックスとかもでかいの用意してなあかんし、やっぱ覚悟がいるから、みんなで覚悟を持って挑みましょう。自分で釣った魚を美味しく食べるっていうのはやっぱ何事にも変えることのできない幸せなことだと思うね。だからこれからもそれを追っかけていこうかなと思います。今回1年間お越しいただいて楽しかったです。ありがとうございました。あ、いや、もうこちらこそお付き合いありがとうございました。2年目行こうか。いや、自分では言わないでください。え2年目もやろう。みんなの声があれば追いたいと思います。俺もそんなに暇じゃないんで。まあでも僕はやるんでね、続けるんでね。まあどっかでまたお会いしましょう。はい、またその時お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。帰ろうか。すっごい来るし。帰ろう。明日行く？地球の健康